おはようございます、フォルテです。本日はハロウの企画をやっていきたいなと思います。というわけで本日も皆さん大好きハノン、そう、愛しの僕の恋人ハノン大好きですみたいな感じのハノンをねやっていこうかなと思いますよ。てなわけで前回の復習、前回は1番から3番までしまっちゃうよね。見ました？知らないって方今すぐストップボタンを押してすぐ見るのお願いしまっちゃう。で、1番今までやった時はこうやってね、指の一個一個のね、動作を確認しながら弾いてもらいました。ゆっくりめのテンポでね、鍵盤が一つ一つ感じれるように弾いてもらったかなと思いましょう。今回は、4、5、6をやっていきたいなと思いましょう。じゃあ、前回とは違うスタイルでやっていきます。まず、4番。ポイントは右手と左手の意識をやってみまっちょ。登るときは右手を意識します。で、下るとき左手に意識を持っていきましょう。右手に意識を持っていった場合はこうなります。左手、この意識ができるようになれば今後に役立ちます。はい、というわけで一緒にやっていきましょう。まず上がりは右手を意識、そして下るときは左手、右手8割左手2割、下るときは左手8割右手2割、こんな感じでやってみましょう。じゃあ、ドレドミラソワミセロサン、はい、できた人お疲れ様っちょ。ここで最も大事だったことは改めて言うと、指が感じられる、そして右手左手の意識を持っていくことができる、これは大事でございまっちょ。次はゴリマッチョの5番、一緒にやりましょう。マッチョ、これは裏拍にアクセントを持っていってみよう。先生がお見せしまっちゃう。みたいな感じでね、先生の顔をそんなに見ない、音音ってなわけで一緒にやりまっちゃう。イメージ、ドラソラファソミファ、一緒にやりましょう。
くよ。せーの、3、はい。ダメダメ、あなた今どうしたか。今チョップをしたでしょ。ここでダメダメ、あなたチョップダメ。指で感じてください。フィールってな感じでね、一緒にやりましょう。チョップダメですよ。チョップ星人たくさんいますよ。さあ行くよ。せーの、3、はい。この5番ではこういう方がいらっしゃいました。チョップ、そして最後の下りの時、左手の5、4、5、3、5と4がフニュフニュになっている人がたくさんいますよね。ドレドミレファミソ、ものすごく左手に意識を持ってやってみましょう。僕と一緒にやるときに、このときにあえて左だけで一緒にやるもいいかもしれませんね。はい、6番最後一緒にやってみましょう。ドラソラファラミラで、下りは一緒にやりましょう。これはあえて普通に弾いてみましょう。今までの意識を応用して、指の一本一本、1たす1は2の感じでね、一本一本指が感じられるように一緒にやりやっちゃう。普通に弾きますよ。ドラソラファラミラ、結構早いよテンポ、大丈夫？それではやりましょう。せーの、3、はい。意外と左手が難しいです。5、4、5、3、5、2、5、このね、意識が
結構難しいので、下りだけ左で一緒にやるのもいいかもしれません。それではやってみましょう。3、はい。何回も僕と一緒に弾いてみてください。このね、動画を毎日たったの10分ですけども、一緒に僕とやるだけで上手になるかもしれません。てなわけでね、練習前にでも僕の動画と一緒にね、ここにスマホを置いて、僕と一緒にやってみましょう。毎日。たったの10分、1年積み重ねたら、おっきいよ。てなわけで本日はこんな感じで動画を終了したいなと思いますよ。それでは、グッバイ。見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。